皆さん、こんにちは。本日はマイクロチップセミナーにご参加くださり、ありがとうございます。マイクロチップテクノロジージャパン株式会社、エンベデッドソリューションエンジニアの柳立です。本日は、セキュリティデバイス、トラストフレックスによるブランド価値や収益の保護というテーマでお話しします。プレゼンテーションの後、質疑応答のお時間を設けております。また、質問はプレゼンテーション中も受け付けております。画面下の Q&A ボックスより随時お寄せください。時間内にお答えしきれなかった質問については、後日回答させていただく予定です。視聴に関するトラブルについても、Q&A ボックスにご連絡ください。文字が見えづらい場合は、画面右上の四角のボタンを押すとサイズを拡大いただけます。また、配信中に音声や映像が停止してしまった際には、ブラウザの更新をお試しください。万一配信を視聴できなくなった場合には、後日オンデマンド版をご案内いたしますので、そちらをご覧ください。それでは早速、プレゼンテーションへと移らさせていただきます。まずは、組み込みシステムにおけるセキュリティについてご説明します。ハードウェアベースである組み込みシステムは、さまざまな面でセキュリティを考慮するべきです。まず、ルートオブトラストと呼ばれるブートローダーにおけるセキュリティの考慮が必要です。ここでの目的は、ブートローダーや実行コードの信頼性を高めることです。次に、ファームウェアアップデートを行うシステムでは、セキュアな通信とセキュアブートを使って実行コードを安全に配布することが必要です。また、マイコンや FPGA などの実行コード、すなわち IP を保護することが必要です。遠隔通信を行うシステムでは、通信相手の認証と通信の暗号化が必要です。最終製品によっては、偽造防止の設定が必要です。例えば、プリンターのインクカートリッジのようなアクセサリー製品です。今回のウェビナーでは、この偽造防止について、マイクロチップ社のセキュリティデバイスと合わせてお話しします。最後に、システムによっては、ユーザーごとのアクセス権を管理することが必要です。これらのセキュリティは、秘密鍵を用いた暗号アルゴリズムを使って実現します。マイクロチップ社は、このような組み込みセキュリティの実装に対応した8ビット、16ビット、32ビットマイコン、MPU、セキュリティデバイス、通信モジュール、FPGA を提供しています。本日は、セキュリティデバイスを使った偽造防止、知的財産の保護の使用例に焦点を当てます。偽造防止、知的財産の保護の効果は大きく4つに分類できます。まず1番目、ブランド保護と製品の品質を維持することができます。これは偽造を防止すること、そしてシステムの品質とパフォーマンスの低下を防ぐことです。エコシステム戦略を制御することで、最終的な目的はユーザー体験を保護するということです。2番目は、ユーザーの継続的な使用により収益源を確保することです。また、ユーザー体験を保護することで、ユーザーが製品を使い続け、製品への満足を保証することができます。3番目は、保守・整備による収益を確保することです。例えば、エレベーターを販売すると、交換部品として純正部品を販売できます。また、保守サービスを依頼していただける可能性があります。部品の販売と保守サービス、両方の収益が見込めます。4番目は、ファームウェアの検証によってコストも削減できるということです。一般的に法的措置や保証などにかかるコストはたくさんありますが、ファームウェアの検証を実施することでコストを削減できます。本日の主題は、ブランド価値や収益の保護を
アクセサリー認証を使って実現させることについてです。まず、アクセサリー認証は周辺機器、付属品、純正品といったアクセサリーを認証し、その真贋を見分けることです。その目的は、アクセサリーの知的財産を保護することにあります。そして、アクセサリーの知的財産を保護することにより、ブランド価値、収益、ユーザー体験の保護にもつながります。例として、インクジェットプリンターとインクタンクで写真を印刷することについて考えます。この場合、インクタンクがアクセサリーになります。もしインクタンクがコピー品でプリントアウトされた写真の写りが悪かったとすると、ユーザーに悪い印象を与えます。すなわち、ユーザー体験が悪かったということになります。これはブランドイメージを傷つけ、収益の低下を招く恐れがあります。このような不正コピーを防ぐための方法として、署名検証を用いることができます。署名検証はシステム動作中にホストによって行われます。例えば、ブート中、ランタイム中、またはアクセサリー内のコードの更新後に検証されます。署名検証とは、ホストシステムの要求に基づき、アクセサリーが署名を生成し、提示し、それをホストシステムが検証することです。これらはアクセサリー認証の実用例です。パソコン、タブレット、スマートフォンなどの機器と、純正周辺機器、モバイル機器のバッテリー、USB のパワーデリバリーが挙げられます。不正なバッテリーの使用を防ぐことは、事故の防止や製品寿命の向上の面から重要視されています。ゲーム業界やコンピューター業界では、サードパーティー製品を取り込んだエコシステム戦略が採用され始めています。データセンターのサーバー用の電源にも障害の防止のために認証が必要です。以上のように、アプリケーションの重要性と何を防ぐかに応じて条件は様々に異なりますが、セキュリティデバイスを使用することで、不正なアクセサリーを排除することができます。署名の提示と検証は、ホストからのチャレンジと、クライアント、すなわちアクセサリーや周辺機器からのレスポンスという形で行われます。まず、マイクロチップ社が提供するセキュリティデバイスの特徴を紹介する前に、セキュリティで最も重要な鍵について説明します。暗号理論で重要とされているものに、ケルクホフスの原理があります。これは、暗号システムは鍵以外のすべてが高知になっても安全であるべきであるというものです。では、鍵はなぜそれほど重要なのでしょうか。鍵を手に入れれば、トランザクションを偽装できるからです。ここでいうトランザクションとは、情報のやり取りを意味します。では、マイクロチップ社のセキュリティデバイスの動作についてご説明します。セキュリティデバイスは、マイコンなどと一緒に使うもので、秘密鍵を守るための金庫として働きます。金庫の中の鍵は、マイクロチップ社のセキュアな工場で製造時にデバイス内部で生成されます。鍵の生成とデバイスの設定段階で秘密が漏れることがありません。これをマイクロチップ社ではセキュアなプロビジョニングプロセスと呼んでいます。また、セキュリティデバイスは鍵の保管だけではなく暗号演算回路も内蔵しています。IoT ソリューションではクラウドによる認証や暗号通信をするとき、マイコンまたはクラウドからランダムデータをセキュリティデバイスに送ります。これをランダムチャレンジと呼びます。次にセキュリティデバイスは鍵を使ってランダムデータを演算し、その結果を返します。これをレスポンスと呼びます。このプロセスではマイコン、マイクロプロセッサー、クラウドはクリプトオースリブと呼ばれるライブラリーを実行しています。こ
このライブラリーはセキュリティデバイスへの API 呼び出しで構成されています。したがってこれらの API はマイコンの種類には依存しません。ではセキュリティデバイス ATECC608 についてご説明します。このセキュリティデバイスはマイコンなどと一緒に使うもので、秘密鍵を守るための金庫として働きます。 NIST 仕様を満たすクラス最高の乱数ジェネレーターを使用し、デバイス内で鍵が安全に生成されます。すべての重要な暗号プリミティブは鍵が存在するセキュリティデバイス内で実行されます。これによりマイコンで実行するアプリケーションから鍵、秘密情報および暗号プリミティブが確実に分離されます。このブロック図は ATECC608 の構造を示したものです。主な特徴を紹介します。楕円曲線ベースの ECC-P2 ごろ、SHA-2 ごろ、AES-128 などの暗号アルゴリズムに対応した演算アクセラレーターを実装しており、MCU-MPU よりも高速、低消費電力で暗号プリミティブを実行します。内部の情報は分散化された ESquarePROM で暗号化します。デバイスごとに1位のシリアル暗号が割り当てられています。使用回数を管理できる単調カウンターを実装しています。単調カウンターモードに設定するとカウンター値は二度と戻せません。外部インターフェースは I2C などのシリアル IO 規格に対応しています。回路全体が物理攻撃に対しての対策を実装しています。先ほどセキュリティデバイス ATECC608 の特徴を紹介しました。ここではサプライチェーン上の課題に対処する方法についてご紹介します。秘密鍵を保護することは重要ですが、それ以外にも製品ごとに固有のキーを持たせる必要があります。つまりデバイスごとに鍵ペアが異なるため、コードにつける署名が違うものになるということです。このような場合、製品の開発とサプライチェーンにおいてセキュリティ、複雑さ、カスタマイズをどのように処理するかという課題があります。ではマイクロチップがどのようにそれに対処するかをご説明します。まず製品開発の段階で、マイクロチップ社はセキュアな鍵生成とプロビジョニングサービスを行います。次に、マイクロチップ社のセキュリティデバイスは鍵を安全に保管し、サプライチェーンで鍵を露出することなく、製品を安全にエンドユーザーまで届けます。では、トラストプラットフォームの3つの種類についてそれぞれご説明します。一番簡単に使えるものがトラスト&ゴー、最もカスタマイズ可能なものがトラストカスタム、トラストフレックスはその中間になります。トラスト&ゴーはデバイスは設定済みで、10個という非常に少ない数量からオーダー可能です。お客様はデバイスの設定をする必要がありません。開発がシンプルで非常に短期間でセキュアなアプリケーションを開発することができます。トラストフレックスもデバイスは設定済みで、2000個からオーダー可能になります。お客様はデバイスの設定を部分的に行う必要があります。アクセサリー認証にはこのトラストフレックスが使用されます。トラストカスタムはデバイスはブランクからカスタマイズ可能で、4000個からオーダー可能です。お客様はデバイスの設定をすべて行う必要があります。次にトラストフレックスの概要をご説明します。トラストフレックスでは、お客様はデバイスの設定を部分的に行う必要があります。
例えばお客様が利用する証明書情報の設定です。お客様にはデバイスの設定を部分的に行うことにより、一般的に使われる以下のすべてのユースケースに対応します。また複数のユースケースを組み合わせて利用することもできます。次にトラストフレックスの特徴を紹介します。まずそのフレックスという名前の示す通り、柔軟性を備えているということです。トラストフレックスは各種マイコン、クラウド、認証機関に対応できます。サーバーに TLS 接続をする場合、カスタマイズした証明書も使用できます。次に開発期間が短いということです。トラストプラットフォームデザインスイートと呼ばれるトラストフレックス向けの開発ツールで、ユースケースを数多く提供しています。これらのユースケースをベースにすると、最終製品の開発が簡単になります。またトラストフレックスの設定変更はほとんど不要で、そのまま使える項目が多く、必要なカスタマイズは最小限です。次に少量生産にも対応できるということです。トラストフレックスを使った製品開発はプロジェクト規模または生産量に依存しません。最小注文数量が少ない商品でも使用できます。また少量生産でも大量生産と全く同じセキュリティ性能を備えています。最後に出荷前にマイクロチップ社が直接デバイスへの書き込みを行うことです。トラストプラットフォームデザインスイートを使うことで、お客様のデータをセキュアにアップロードし、マイクロチップ社が書き込みます。このアップロード方法を秘密情報の交換と呼びます。それでは今回の主題であるアクセサリーのセキュアな認証のユースケースについて解説します。アクセサリーを認証し管理するには、ホストとアクセサリーの間に信頼を確立する必要があります。ホストはアクセサリーに対しホスト自身が信頼できることを証明する。アクセサリーはホストに対してアクセサリー自身が信頼できることを証明する。このように相互に証明する必要があります。まずお客様と製造工場の間に安全な接続を確立する必要があります。通常製造工程では HSM ハードウェアセキュアモジュールが使われます。この HSM はマイコンの中に入っているHSM とは別物で、製造工程で鍵をセキュアに保管、セキュアに書き込むための装置のことです。この事例ではお客様がマイクロチップ社のプロビジョニングサービス、鍵の書き込みサービスを利用することを想定します。したがってこの HSM はマイクロチップ社の工場にあるもので、ここでマニファクチャリング公開鍵と秘密鍵のペアが生成され保管されます。マニファクチャリング公開鍵はお客様に渡され、お客様は認証局の秘密鍵で署名します。この署名とはつまり証明書であり、これを HSM に戻します。以上によりマイクロチップ社のマニファクチャリング公開鍵秘密鍵ペアに証明書が付加されました。したがって公開鍵を発行する際に証明書を付けて発行することができます。これによりマイクロチップ社の HSM とお客様との間に安全な接続が確立されました。ではセキュリティデバイスのプロビジョニングについて具体的に説明します。ここでもマイクロチップ社のプロビジョニングサービスを使うことを想定します。この図は左側がマイクロチップ社の製造設備、ハードウェアセキュアモジュールHSM を示し、右側がセキュリティデバイスを示します。このセキュリティデバイスに対してプロビジョニングを行います。
まずステップ1です。マイクロチップ社の製造工程でセキュリティデバイス内のデバイス公開鍵が HSM に送られます。次にステップ2です。 HSM はデバイス公開鍵と HSM のマニファクチャリング秘密鍵で署名し、デバイス証明書を HSM 内で発行します。次にステップ3です。デバイス証明書、マニファクチャリング公開鍵、HSM のマニファクチャリング証明書がセキュリティデバイスに書き込まれます。プロビジョニングの工程は以上となります。次は実際の組み込み機器でのアクセサリー認証です。ホストにはマイクロコントローラーとセキュリティデバイス、アクセサリーにはセキュリティデバイスが実装され、セキュリティデバイスが全ての鍵を保管します。アクセサリーにはマニファクチャリング公開鍵、マニファクチャリング証明書、デバイス証明書が保管されています。まずステップ1として、ホストはマニファクチャリング公開鍵とマニファクチャリング証明書を要求します。そしてホスト側で認証局公開鍵で証明書を検証します。この検証でマニファクチャリング、つまり製造者が正しいことが認証されます。そしてステップ2では、ホストはデバイス公開鍵とデバイス証明書を要求します。ホストはデバイス証明書をマニファクチャリング公開鍵で検証します。このデバイス証明書の検証でデバイス、つまりアクセサリーが正しいものであるかが認証されます。次にステップ3です。ホストは乱数チャレンジを生成し、アクセサリーに送信します。そしてアクセサリーはその乱数をデバイス秘密鍵を用いて署名を作ります。最後にステップ4です。ステップ3の署名はホストに送られ、デバイス公開鍵で検証されます。この検証に成功すると、そのアクセサリーは承認されてシステム内で使用することができます。これはアクセサリー認証のトランザクションフローになります。このトランザクションフローはマイクロチップ社のトラストプラットフォームデザインスイートにより提供されます。 OEM はお客様、ホスト MCU はお客様がお使いのマイコンです。 MCU の右側にはクリプトオースリブがあります。このクリプトオースリブはマイクロチップ社のセキュリティデバイスを使うためのホスト MCU 用のライブラリーで、マイクロチップ社から提供されています。そしてその先に一番左側にアクセサリーがあります。先ほどご説明したアクセサリー認証はこのトランザクションフローに従い、クリプトオースリブの API を組み込むことによって簡単に実装することができます。先ほど紹介した開発の流れで利用する評価ボードとソケットがこちらになります。左上はトラストプラットフォーム USB キットです。ホスト PC に USB で接続して使用します。右上は ATECC608 トラストプラットフォームボードです。このボードはトラストプラットフォーム USB キットのプラグインで、このプラグインには3種類のトラストプラットフォームに対応したセキュリティデバイスが8個実装されています。これらを使うことによって評価を続けたり、別のマイコンと組み合わせて見ることができます。また下の2つのソケットボードではデバイスを乗せ替えて使用することができます。先ほどトラストプラットフォームの種類を3つ紹介しましたが、
ここでは全てに共通するソフトウェアを紹介します。アプリケーション開発の流れに沿って説明します。まずアプリケーションに合ったユースケースを選びます。次に Jupyter Notebook と呼ばれるツールを使うと開発を可視化できます。ここでは本来セキュリティデバイスを操作するマイコンの代わりにパソコンでセキュリティデバイスを操作します。アプリケーションの実行結果も可視化されます。これはマイコンのエミュレーションと考えることができます。このステップではセキュリティデバイスを操作するマイコンのソースコードも自動生成されます。3番目は評価用ボードを使って開発するステップです。ここで使うマイコンのソースコードは2番目の Jupyter Notebook で自動生成されたものです。生成されるコードは C 言語です。したがってマイコンの種類や IDE には依存しません。ここではトラストプラットフォームが提供する開発ボードを利用しソースコードの実機評価ができます。これをオンボード評価と呼びます。オンボード評価が成功したら最後のステップ4番目に進みます。セキュリティデバイスの設定情報を直販サイトへアップロードし購入手続きを行います。アップロードの際は鍵交換方式を使います。お客様がオーダーしたデバイスはマイクロチップ社のセキュアな工場で製造されます。では最後に今回の内容のまとめです。まずマイクロチップ社のセキュリティソリューションで代表的な例がユースケースとして定義済みです。お客様はこれらのユースケースをもとに簡単にカスタマイズして実証実験ができます。そのユースケースの一つにアクセサリーの認証があります。認証の技術はセキュリティの基本的な部分です。またトラストプラットフォームに含まれたツールセットを使うと簡単に開発ができます。開発した後はデバイスをマイクロチップ社のオンライン販売サイトより購入できます。これまでにない少ない最小注文数量で注文可能です。マイクロチップ社のトラストプラットフォームはアーキテクチャに依存しないので各種クラウド、PKI、MCU に対応可能です。本日はトラストフレックスを使ったアクセサリーの認証について説明しました。これらの検証方法を含めたユースケースとトラストフレックスの詳細についてはこちらの URL でご覧ください。ではプレゼンテーション中チャットで受けたご質問に回答します。まず最初のご質問です。 ECC608 の用途はアクセサリーを認証するだけですかというご質問です。回答はいいえ、違います。 ECC608 は ECDH、SHA、AES の暗号演算回路とセキュアな E2 PROM などを搭載したセキュリティデバイスです。 ECC608 をカスタマイズさせることができるのがトラストフレックスになります。今回は ECC608 を使用したアクセサリー認証を中心にお話ししました。クラウドへの接続、セキュアブートなどの他の使用方法も多数あり、それらを組み合わせて使用することもできます。またトラスト&ゴーについてはクラウド接続に特化した製品となっており、アクセサリー認証にはご使用できません。次のご質問です。セキュリティデバイスとホストとのインターフェースは何になりますかというご質問です。回答は
アイスケア C です。アクセサリーの小型化に対応するため、一線式の通信インターフェースの製品を今後リリースします。次のご質問です。トラストフレックスの IC のパッケージは何になりますかというご質問です。回答は、トラストフレックスは8ピンの SOIC UDFN のパッケージになります。小型なアクセサリーに対応するため、マイクロチップ社では3ピンパッケージやプリント基板に実装不要のパッドタイプのパッケージの製品を今後リリースします。次のご質問です。セキュリティデバイスの技術資料を手に入れることは可能ですかというご質問です。回答は、はい、トラストフレックスやトラスト&ゴーは弊社のホームページにデータシートやアプリケーションノートがアップロードされています。セミナーでお話ししたデザインスイートをインストールすると、技術資料もまとめてインストールされます。デザインスイートをインストールしていただくことをお勧めします。次のご質問です。アクセサリーの認証方法を紹介していただきましたが、ソースコードのサンプルはありますかというご質問です。回答は、先ほど紹介した弊社が無償で提供しているトラストプラットフォームデザインスイートという開発ツールでソースコードを公開しています。では最後のご質問です。トラストフレックスに書き込まれた秘密鍵、証明書などの情報をロックすること、つまり保護して書き換えられないようにすることは可能ですかというご質問です。回答は、はい、可能です。セキュリティデバイスで特定のレジスタを設定すれば、ロックオプションが有効になり、書き換えることができないようになります。またこの設定はマイクロチップ社のセキュアな工場で行うことができます。ではご質問は以上となりますので、本日のプレゼンテーションを終了したいと思います。マイクロチップは次回12月にマイクロチップ社の社債向けセキュリティソリューションというタイトルでセミナーを開催いたします。次回もご参加いただければ幸いです。本日は貴重なお時間をいただき誠にありがとうございます。